銀兵衛。ダメです、旦那様。百王は奥様のものです。春梅、一輪だけ見逃してくれないか。ダメです。たとえ一輪でも、花びらの一枚でもいけません。百王を分けるなら、奥様にお声をかけてからになさってください。そんなに平次様を優先なさるんですか。わかりました。私、すべて丸く収まるように今まで黙っていましたけど、今日でそれやめようと思います。なんですって、お前そんなこと今まで。申し訳ございません。平次様のことなので穏便に済ませられたらと。でも、もう黙っていられません。穏便に穏便に、そう言われておとなしく従ってあげていれば、このありさま、こちらにばかり我慢させて、あちらはわがままの言い放題。驚くほどいつもの平次さん。そういえばあの人が反省したことなんてなかったわね。悔しいわ。旦那様も経済も平次の言いなりじゃないの。あの人たち、そんなにわがままな女がお好きだったのかしら。だったら私も遠慮することないわよね。春梅、旦那様をお呼びして。旦那様、先ほどは春梅が失礼いたしました。百王をご所望だったとか。ああ、この庭のものはすべて旦那様のものですわ。何もご遠慮なさいますな。そうか。では百王を一輪だけ。まあ一輪だけなんてケチくさい。綺麗な鉢に入れてお分けしますわ。その方がよろしいでしょう。いいのか。もちろんですわ。それでどちらに運べばよろしいかしら。私が直接お持ちします。いや、それは。あら、私が大事な百王をお分けするんですもの。これだけはさせていただきたいわ。そんな、平次のもとへなどとはとても。奥様、旦那様のことですから警部の方に差し上げるのでは。もしくは功労のある軍人の方とか。まあ、軍人。これはいいぞ。そうなんだ、引退した老軍人でボタンが大好きなものが。奥様、やはり引っかかった。本当ね、春梅、やっぱりそんなとこかと思ってた。でしたら私にぜひこの手でお渡しさせてくださいませ。決して粗相はいたしませんわ。ああ、あの老夫婦は口が固い。大丈夫、ごまかせる。そうだな。そうと決まればすぐに用意いたします。頼むよ。はい。奥様、こんな感じでしょうか。いい感じよ。百王だって言い張れば大丈夫。本物の百王をあんな女の目に触れさせてやるもんですか。え、五奥様が六奥様の隠れ家に百王を。ああ、思ったよりうまくごまかせてな。老夫婦と口裏を合わせておけば大丈夫だろう。大丈夫なわけないだろう、旦那様。少し怖い思いなさればいいんです。また後始末か。よかったよ、経済丸く収まりそうだ。警部から私たちに長年の功労をねぎらって褒美をくださると。まあ、なんて光栄なことでしょう。司会の者が運んでくるそうだ。何をいただけるか楽しみだな。
ええ。旦那様、それは？ああ、ボタンの鉢だ。市場を探したら安く手に入ってな。お嬢様が欲しがっていたと思って。安物しか買えんかったが、喜んでくれるといいが。きっと喜んでくれますよ。あんな女のために。私のためには花など一度も買ってくれたことないくせに。百王が手に入ったのですか？そうだ。正門家から出すのに、ここの主人への報奨品という体裁になるが、一輪どころか株分けされた鉢で来るそうだ。嬉しいです、旦那様。旦那様が百王を私に。あんなに金蓮さんが私だけのと大事にしていた百王を旦那様にねだったら、あっさりと私にくださった。やはり旦那様は私のことを一番大事に思っていてくださる。ただ一つだけ約束してほしいんだ。百王を持ってくる使者が来ている間、部屋に隠れて決して覗いたりしないこと。そのようなこと、もちろんお約束いたします。絶対だぞ。はい。お帰りになったかね。はい、お父様。実はわしからお前に贈り物があるんじゃ。お父様から私に？なんて嬉しい。これじゃ、お前の好きなボタン。なんて粗末な、こんなもの百王と比べたらゴミ同然。ありがとうございます、お父様。大事にします。そのうち株分けして庭をお前の好きなボタンだらけにしような。はい。なんて嬉しそうなお顔。あの娘が来る前は沈んだ毎日を送っていたのに。奏功の妻といえば聞こえはいいけど、旦那様にとって私はただの老女ですものね。そしてさまざまな思惑を含んで、とうとう百王を送る当日がやってきた。この格好はどうじゃ、おかしくないか？大丈夫です、旦那様。とてもご立派でございますよ。使者の方がいらっしゃいました。よし、行くぞ。はい。いらしたようね。闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきました。とっても励みになりますわね、旦那様。ヘイジ、あんたはいいの？だって皆様、どうぞよろしくお願いします。ひどいわ、キネさん。あなたたち、おやめなさい。